ラングニクさん、お仕事の時間です。だいぶニートしてるくせに副業始めましたよね。仕事するなら今っすよ。 Really want my way I wave I wave I just football radio Let's play players どうも、IG でございます。本日なんですけども、移籍の噂ということで、前回のブライトン戦で察するというか、今、テンハーグさんもね、頭抱えてるというか、もう今、ユナイテッドってやばい状況なんだなってことがね、世界中にまあ知れ渡ってしまったと、ユナイテッドサポーターの皆さんは分かってるとは思うんですけども、あれは結構世界的にも衝撃的だったんじゃないかなと思います。今ね、パウ・トーレスだったりとか、ルベン・デベスだったりとか、彼らがね、果たしてユナイテッドに来てくれるのかどうか、かなり厳しい状況になってるんじゃないかなと思います。まあ、昔からユナイテッドが好きでユナイテッドでやりたくてみたいなね、選手ではない気がするんですよね。そういう報道もあるわけじゃないしね。ルベン・ネベスはね、まあ、どっちかっていうとバルセロナに行きたいと言っており、まあ来シーズンブスケスの後釜として取るかもしれないみたいな報道があって、まあ多分本人も耳にしてるというか、まあ本人はねさらにいろんな情報が入ってると思います。そんな状況でね、もし今のユナイテッドに行ってバルセロナへね行けないんだったら、まだウルブスにいてもいいかなと思ってしまうでしょうし、まあパウ・トーレスもねクラブを出て行って新たなチャレンジをしたい、そうなった時にね確実にね自分自身が出れるクラブを選ぶとしたらうちってなりますけども、ベスト4まで行ったしチャンピオンズリーグ優勝したいなとか、そういう思いがあったとしたらチェルシーとかそれこそシティとか選ぶのかなと。彼だったらねどこのクラブでも欲しがるだろうし、まあアラバのね後釜をなかなか埋めることができてないバイエルンとかでも全然できそうだしね。うちが取るわっつってお金乗せても来てくれなさそうだなということで、こういう状況になりチャンピオンズリーグも確定でいけないということですので、あんまり拾ってなかった、まあユナイテッドの噂がある超メジャーではない選手の移籍の噂について話していこうと思います。それでは行きましょう。 Let's goまずはね、センターバックから行こうと思います。今から二人を紹介するんだけど、彼ら二人はね、パウ・トーレスを超える逸材になるんじゃないかなと調べてて思いました。まず一人目は、スポルティング所属、ゴンサロ・イナシオ選手でございます。ポルトガルの選手って、186センチ左利きのセンターバックである、ゴンサロ・イナシオ。イナシオくんって呼びますかね。アンダー世代の代表には選ばれております。世代としては01世代で、今20歳の代って感じですね。サンチョの1個下になるのかな。だから若い選手でございますと。プレー集を見る限りの彼の特徴ですと、ドリブルでね、ボールを前に運ぶことができますし、高精度のロングフィードで、裏抜けしたフォワードとかをセンターバックの位置から狙ったりすることができる、割と視野広めのセンターバックって感じですね。そんで、まあ、対人勝負も意外と悪くないというか、187センチ、プレミアに来るとちょっと小さくなっちゃうのかな。足もね、割と遅くはないというか、反応もね、割と速い方だなと感じました。試合を通して見たことがあるわけじゃないんで、なんともいないんですけども、プレー集を何個か見た感じですと、こんな感じでございました。現代風のセンターバックって感じだよね。足が遅いとかなくて、対人もできて、パスも前に出せるよっていう、いいセンターバックでございますと。今シーズン27試合に出場して、4ゴール1アシストで13回のクリーンシートに貢献しております。市場価格が1800万ユーロとなっております。けれども、契約解除条項みたいなのがね、4000万ユーロぐらいかかるらしくて、それを払って、ユナイテッドは彼を獲得するんじゃないかという話みたいです。ベンフィカのフォワード、ダルウィン・ヌニス君は、かなり移籍の報道が前々から出てましたけども、急遽彼も出てくることとなりました。今シーズンはね、4週間怪我で離脱はしておりますが、それ以外の期間とそれ以前の期間で欠場してるみたいなことはなさそうです。これ結構大事ですよね。まあそんな感じですね。ちょっと気になるところは、現在3バックをスポルティングやってまして、右センターバックとしてプレイしてるんですね。ヒートマップとか多分この辺に載ってると思うんで見てほしいんですけども、結構いろんなところにいると。だからまあどうなんだろうねって、3バックだと輝くみたいな、2センターバックで、まあ、プレミアの強度でうまくいくのかなとか、そういうことは、まあ結構心配ですね。まあとはいえね、ポルトガルリーグからプレミアリーグ、一番の代表例はクリスティアーノ・ロナウドが、スポルティングからユナイテッド行ってめっちゃ活躍したと。それと同様にね、ブルーノ・フェルナンデスもスポルティングからユナイテッドで大活躍。割とポルトガルからプレミアリーグってうまくいってそうな感じありますけども、まあ一応ね、我らがリンデルフもね、ベンフィカからユナイテッドに来て、今大活躍してるかっていうと、そうではないし、まあ、我らがアレックス・テル先生だってね、ポルトガルリーグだと2桁ゴール、2桁アシストしてた選手ですが、うまくいってないですもんね。だから、まあ、来て早々、ちょっとダメでも、長い目で見たいなと、20歳の選手ですのでね、お前全然ダメじゃないかよみたいな風にするのは、野暮なのかなとかは思いますね。
で、まあ、二人目なんですけども、エヴァン・ヌリガ選手。誰やねん、こいつと思ったんで、ちゃんと調べました。192センチの左利きのセンターバックで、99年式とね、デリフトやヌニス、フェリックスなんかと同い年の選手。で、フランクフルトといえばね、ヨーロッパリーグですよ。バルセロナを倒したメンバーの一人であり、プラオを止めてた印象もありますし、アントニオ相手に結構、かましていたみたいなんで、さっきの稲塩くんに比べたら今からでもいけそうな感じしますよね。192センチって結構デカめでいいよね。で、左利きって、この2つだけ切り取ってもなかなかいいなと思いますけども、一応彼は31試合で4ゴール4アシストと活躍しているみたいです。市場価格が現在2800万ユーロということで、まあ3500から4000、それぐらいの価格帯になるんじゃないかなと僕は思っております。で、現在はね、3バックの左で活躍しておりますけども、2センターバックだったり左サイドバックだったりと様々様々なことをやっていたそうなので、まあ2センターバックになってもまあいけるんじゃないかなと思いました。で、192センチと大柄ですけども、まあ、割と俊敏に動けるタイプで、まあ、割と反応も良かったかなと、フィジカル的にも何の問題もなくいい感じだなと僕自身思いました。そんで稲塩くんと変わらないくらい、まあ、悪くないロングフィードを上げており、ビルドアップもかなり定評がある選手で、まあ、ボールテクニックも高いということみたいでございます。彼もね、割と何でもできる現代的なセンターバックの一人なんじゃないかなと思いました。どっちがいいのって言われたら、僕はどっちかっていうとエンディカ君の方がやってくれるんじゃないかなと思いましたね。稲塩くん186センチって低くはないんだけど、192と比べるんだったらなー、こっちの方がいいよなとか思ってしまいました。エンディカプラスパウトーレスが取れたらめちゃくちゃ理想ですけども、パウトーレスがもう来ないもんだと考えないと後々辛そうなんで、来ないもんだと考えて、テンハグさんがね、前線から連動したプレスをするようなサッカーをするんであれば、センターバックに対してね、カウンターのケアだったりをね、求めると思うんです。そういう役割を求められつつ、ビルドアップもしっかりしなきゃいけないとなると、うちのセンターバックで残るやつっていうと、やっぱカバーリングがめちゃくちゃできるバランぐらいしか残らない感じがするんですよね。センターバックの役割としてカバーリングが入ってくるんであれば、マグワイアがそれに適するかっていうと正直適さないと思うんで、めちゃくちゃ金かかったと想定してね、マックス8000万ユーロで彼ら2人を取るっていうのはなしじゃないのかなとは思いましたね。マグワイアとかリンデルフをね、買うクラブがあるのかっていうと、またそれは絶妙な線ですけども、まあでもマグワイアにこれまで助けられた経験っていうのは、まあ昨シーズンとかマグワイアが来たての1920シーズンとか割と活躍してくれてたというか、かなりの試合数に出場して鉄人マグワイアとして守ってきてくれたんで、テンハグさんのサッカーに合うかどうかは結構微妙というか合わなそうな選手ではありますけども、ここでまあ育てるっていう年齢でもない気がするんだよな。だからまあ割とここでバイバイしてもいいのかなと思いますね。結論、まあパウトーレスを取れたらいいけど、パウトーレス取れなさそうだから、彼ら二人を両取りしちゃうっていうのはなしじゃないかなと思います。理想としたらパウトーレスとエンディカ君、二人を取れたら結構いいんじゃないかなと思いました。そういう感じで落ち着きました。次は左サイドバック行きましょう。はい、左サイドバック一人目はね、ボルナ・ソサ君でございますと。クロアチアを代表するシュットガルトに所属している左サイドバックでございます。187センチとね、結構背が高いんですけども、割とスピードのあるドリブルをお持ちで結構速いんですよね。で、ガンガン相手を抜きつつ攻撃に参加し、鬼精度がいいクロスを左足からパーンと放ってアシストを狙うみたいな感じのタイプの選手です。あのプレー集を見る限りですと、攻撃のシーンばっかりでスピードで相手をぶち抜くことができたり、いいクロスを上げることができるっていうのはすごく分かったんですよ。攻撃能力はめちゃくちゃ高いんですけど、守備のシーンがなさすぎてあんまり守備は上手くないというか、できないのかなという印象を受けました。187センチと割と背丈もありますし、攻撃時のスピードを見る限りですと、ディフェンス時もね、早く戻ってくることは可能なんじゃないかなということが見受けられますので、テレスよりはいいんじゃないかなと僕自身は思いました。彼のクロスがあり、ロナウドの頭があるんだったら、彼ら二人のホットラインでボコボコ得点生まれそうだなとかは思いましたね。彼のね、怪我情報ですけども、毎シーズン6試合ぐらいは欠場する感じですね。適度に筋肉の違和感とかそういうのがあるみたいです。6試合連続でとかいうわけじゃなく、3試合1試合2試合とかそういう頻度で負傷しているみたいです。彼自身今季ブンデスリーガーで27試合に出場しており、1ゴール8アシストという結果を残しております。で、現在2500万ユーロの契約解除金が用意されているということで、2500万ユーロだったら正直買えなくはないかなって感じですね。まあでも一応もう一人いるんで、もう一人の話していきましょう。タイデル・マラシア君でございます。99年式のオランダをレペゼンしている左サイドバック、フェイエノート所属ということでございます。身長がね、169センチと187センチあった、さっきの彼とは違い小柄な印象を受けます。小柄な印象を受けるんですけども、彼のプレー集見る限り結構俺好きな選手っぽいんですよね。
ガッツあるディフェンスをする選手っぽくて、しつこく相手に追いついていき、ボールを刈り取るみたいな左サイドバックです。彼自身もね、ドリブルで相手を抜くシーンはあるんですけども、スピードで抜くっていうよりかは、テクニックで抜いていくタイプのサイドバックでございました。32試合で1ゴール4アシストをかましているみたいです。で、負傷状況なんですけども、昨シーズンはね、打撲で2試合程度欠場していましたけども、今シーズンは特に目立った負傷は見受けられず、それ以前も大きな負傷はなかったみたいです。市場価格が今1150万ユーロということでございます。非常に安いですね。どっちがいいのかって言いますと、マラシア君のね、ガッツあるディフェンスっていうのはね、見ててすごく気持ちがいいというか、今のユナイテッドにないものがあるなと感じさせていただいたんですけども、でも正直169センチはプレミアにはちっちゃいんじゃないかなと思っちゃいましたね。まあ、ルークシューが怪我をする前提でスカットを組んでいって、ガンガン攻撃的に行くんだということであれば、割とボルナソサ選手で間違いないのかなとか思いますね。左サイドバックはこんな感じですね。ルークショーが怪我しがちだから、控え選手というか、ルークショーを食うんじゃないかっていう存在の左サイドバックっていうのは必要だと思いますので、お金に余裕があったらボルナソサ君を取った方がいいんじゃないかなと僕は思いました。さあ次は、右サイドバック行きましょう。はい、右サイドバックということで、まずは一人目はインテルのダンフリースということでございます。189センチとね、かなり大柄な右ウィングバックでございます。今シーズンからハキミの後釜として PSV からね、1170万ユーロで入ってきました。でね、割と活躍しておりまして、今シーズンセリエ A では31試合に出場し、5ゴール5アシストと活躍しております。ゴリゴリのフィジカルと自慢のスピードを生かしたパワー系な右ウィングバックって感じですね。クロス能力はあんまり高くないのかなっていうのが見受けられましたので、右からもクロスを上げたいでだったらちょっと彼は適任ではない気はしますけども、まあでも5ゴール5アシストとワンビサカがセリエ A 行っても多分出せないような成績を出してるんで、ワンビサカよりは攻撃力は上かなと思います。守備力はね、正直ワンビサカを超えるかっていうとそこは分かんないですけども、ゴリゴリであることは間違いないんで、ダロトよりは確実に守備はできるんじゃないかなと思います。正直ダロトで限界を迎えておりますし、ワンビサカのね守備能力は間違いないですけども、攻撃だとかなりうーんって感じがしますので、割とダンフリース獲得っていうのはなしではないのかなとは思いますが。攻撃パターンがね別にクロスとかじゃないんだったらワンビサカも縦への推進力はありますので、その辺はテンハグさんが決めることだから何とも言えないですが、ダンフリースめちゃくちゃいい選手なんじゃないかなと思いました。でもう一人ノルディ・ムキーレ選手でございます。97年式で同い年ということで、187センチ右利きの右サイドバックでございます。特に怪我はする選手ではないようで、21試合に出場し1ゴール4アシストをかましております。現在はね右サイドバックですが、187センチということもありセンターバックもできる選手みたいです。彼も同様にね大きめな選手ではあるんですけども、スピードは間違いなくある選手ということでね、でかかったらスピードなくていいみたいな時代はもうとっくの塔に終わったんだなということを獲得候補の選手たちを見ていると非常に思わされます。スピードとフィジカルを両立しつつ上下運動を激しく行える選手みたいです。完全にスタッツを見ての判断なんでね、実際見てる人からすると全然違うよって方もいると思うんで、参考程度に聞いてほしいんですけども、今シーズン1ゴール3アシストしつつ5回の決定機を作っておりまして、1試合あたりのキーパス数が 0.5 ということなんで、割とチャンスにも絡むかなという認識を受けました。スタッツとねプレイ史を見ただけなんでね、全然違う可能性はあるんであれなんですけども、こういう成績をデータ上残しておりました。一応市場価格は2500万ユーロとなっておりますが、契約がね2023年で切れるということですので、噂によるとね850万ユーロなんじゃないかという報道もありました。そこまで安くなるならね、とってもいい気がしますけどね。ダンフリースとムキエレどっちを取るべきか、ワンビサカを使うのか使わないのかにも本当によるんで、ワンビサカ売っちゃう、ダラトも売っちゃうっていう感じなんだったら2人とも取っていい気がします。どっちか取るんだったら僕はムキエレの方がね同い年なんで彼取ってほしいかなって感じがしました。でもダンフリースの方が男臭いプレーというか頑張ってくれそうな感じはあるんだよな。まあでもこの辺は本当に意見分かれると思います。その辺コメント欄で議論してくれると幸いです。まあそんな感じでございました。あとはポジションごとに2人とかはいないんで、まあ一人一人話していこうかなと思います。はい、ということでね、守備的ミッドフィルダーのコンラッド・ライマー、ライプツヒの選手でございます。彼はねミスターレッドブルということで、ザルツブルクからライプツヒに行ったと。25試合で4ゴール4アシストしている守備的ミッドフィルダーということで、まあ生粋のレッドブル坊や。怪我状況なんですけど、昨シーズンね足首を骨折していたためかなり長い期間出ていない時期がありましたけども、それ以前それ以降というのは怪我で離脱するみたいなことはありませんでした。彼の特徴っていうのは、まあ、守備能力が非常に高いということで、対人でのボールダッシュがめちゃくちゃ上手い選手
手、なおかつね攻撃もできるという選手なんで、ユナイテッドに来てくれることはめちゃくちゃいいのかなと思います。現在守備能力が高いマティッチが退団することが決まっており、それ以外の中盤の選手が守備能力が高いかっていうと、そういう選手は正直おりませんので、ライマさん来てくれればいいなと思ってます。でもね、バイエルンからのオファーっていうのは結構きついですよね。まあでもその辺をね、レッドブル系のねキングであるねラルフ・ラングニク先生がねうちにいますので、まあラングニク先生がねどうにかして取ってきてくれたらいいなと思ってます。ラングニクさん、お仕事の時間です。だいぶニートしてるくせに副業始めましたよね。仕事するならいますよ。まあそんな感じですかね。一応噂されてる選手は一通り触ったかなと思います。でね、あえて触れなかったのはランスのストライカーかな。ユナイテッドでいつかプレーすることが夢だと言っていたストライカーの彼はいましたけども、ユフィカのダルウィン・ヌニス君がねユナイテッドに加入するんじゃないかという動きがかなり加熱しておりますので、彼が来ることはないんじゃないかなと思って今回は触れませんでした。今回触れた選手たち以外にも、特に報道はですけど、僕自身がね来たらいいんじゃないかなというか、ワンチャン来たら活躍してくれるんじゃないかなっていう選手がいまして、それはポルトガルリーグのポルトに所属しているオタビオ。右ウィンガーとして3ゴール11アシストに絡む活躍をしており、1試合あたりのキーパス数が 2.5 ということで、かなりチャンスメイクをしているみたいです。彼みたいにね攻守ともにガチバチに走れて、なおかつチャンスも作ってくれるみたいな選手、生粋の右ウィンガーみたいな選手が現在いない状況ですので、あんまり高くない値段ですし、獲得してもいいのかなと思います。まあでもね、ポルトはポルトガルリーグを制覇してるからチャンピオンズリーグ出れるんですよね。だからまあ可能性は薄いですけども、彼自身がねユナイテッドに来てプレーしたいとかそう思ってくれてたら、まあぜひうちに来てほしいなと思いました。そんな感じですかね。割と現実的に獲得できるんじゃないかなっていうラインの選手たちの紹介を今日はしてみました。正直そんなに有名じゃないですけども、ね、良さそうだなっていう選手が非常に多かったんで、今日紹介したメンバーがねユナイテッドに来ることになっても、個人的には一緒に頑張ろうやっていう気分になりました。セルメイドということで、みんな頑張ってこうぜ。まあそんな感じで今日の動画を終わろうと思います。それではまた配信なし動画でお会いしましょうってことで、おい。